バラエティ番組の司会など幅広く活躍している人気タレント、中居正広。そんな中居のある行動を南海キャンディーズの山里亮太が明かし、話題になっているという。3月13日に放送された TBS ラジオ、ジャンク山里亮太の不毛な議論に出演した南海キャンディーズ、山里亮太が中居正広とのエピソードを披露した。番組では、今月で最終回を迎える日本テレビ系、中居の窓で山里が中居らと共にハワイでロケを行ったと振り返った。その中で、山里は、中居さんの提案でさ、みんなで飯食って、そっから買い物行こうよ、なんて言って、と、帰りの飛行機の時間までみんなで過ごしたと話し始めた。朝食をとった後、ショッピングセンターに行った際、中居に、ちょっとさ、買い物付き合ってくんない。と呼ばれた山里は他の出演者数人と共に高級ブランド店に連れて行かれたと説明。そして、店に入って行った瞬間に中居さんが言った言葉が、じゃあ好きなの一つずつ選んで、って言って、と中居の言葉を明かし、今まで中居の窓ありがとな、盛り上げてくれて。こんなくらいだけどねぎらいとさせてくれよ、って言って、と中居が感謝の気持ちとして高級ブランドをプレゼントしてくれたと振り返った。さらに、え?ってなって、と驚いた当時の心境を覗かせながら、これはカバンを買っていただいて、とリュックを買ってもらったと話し、選ぶ時間、5分な、って言われたから、として、中居さんが、山里、これがいいんじゃない。って言ってくれたから、と中居が選んでくれたと明かした。お会計をさ、パって済ませて、じゃあこっから自由で、って言って、本当ありがとう、じゃ。一回買い物で、って言って店出て行かれたわけさ、と中居の人柄を思わせ、他のみんなと、すごいねこれ、って一生の思い出だよ、って言って、と他の出演者との会話を振り返り、当時の心境を覗かせた。